準備完了。一応ですね、ここから名古屋城までは35分かかります。道のり 9.5 キロの道のりですね。到着予定2時20分予定です。ただいま時刻1時43分。道のりには近いけど結構黄色いとこが目立つんで多分混んでますね。暑いと思います。待ち時間、はい、よーし、いけないありました。はい、よし、では名古屋城積み上げましょう。出発。もうこっからずっとほぼ道なりなんで、あれだったら前走ってください。僕後ろから撮るんで、もう全然道なりなんで、まあ普通に好きな速度で行ってもらえたらいいんで、途中でまた道変わるとき言うで大丈夫。しゃ行け。はい、下手くそー。何した？違うエンジン行ける？笑った。どうぞ。まあ、今のが特に演奏ステップですね。初演奏いただきました。ありがとうございます。エンジンが止まってます。やだねー、街並みは。街中か。ホームで昼ご飯食って緩んどるな。引き締めていけ。ふんどしも引き締めていけ。よく見たらマフラーな。てか、短。ちょっと後ろ足やったら暑いやんな。暑くないか。でもあれだな、こういう先ちっちゃいのか。分からん。まあ、バイクの便利なとこはああいうとこあっても車線変更せず行けるというところなんですけど、まあ、前の車が行けないんでどうせ行けない。俺らも一応出しとくか。別に車線変更しんでもいいけど。あれだよね、バイクにもなんかクーラー機能欲しい。あれはあるけど、なんか電子グローブみたいな、あったかくなるグローブみたいなのあるけど、 USB に挿して。そう、クーラーは知らん。おお、みんな急に左来るね。さすが名古屋。なんか左逆に左折とか多いから止まったりするの多いかもしれんで、まあ全然苦じゃなかったら見に行っても。あー、プップしたいな。くそ、ちょっと足りんかもしれん。肝心新品のタイヤにプップしてやったぜ。わ、すごい。剣道にしてる。武士みたいなバイク。剣道ぶっ刺してる。あ、なんかその SE 後ろから見ると白に見えるんだな。あ、もうそろそろですね。 300m 先右折ですね。ここはどこですかね。今池ですね。ありがとう。いいな、そのバイクだとハザードがあるから、ありがとうとかこう一生言ってくる。ウィンカーの下のボタンじゃない、それじゃない、一回一回ボタンを押す時、あれ大丈夫かな。よくあったのがこの最初の方、ウィンカーの時に下のクラクションの方を間違えて押しちゃう。プーって結構あると思う、これバイク初心者あるある、間違ったボタンを押す。いや、あれなんやな、原付はこれ逆なんだよな。クラクションが上で、そうウィンカーが下だから。この黄色いとこ越えたら左車線移ります。ちくさっすね、ここ。これの一個奥の交差点で左。ちくさってなんかこんな綺麗な感じ。俺が間違ってた。俺が間違ってた。ちょっと隣のチャンネルにこれでいい色気を出して。こういうところ、ここは左っすね。巻き込み事故確認。発進。あ、なんかめっちゃ大きい道路出た。多分名古屋城行くとき伏見のでっかい道路まっすぐなんか行くと気持ちいい。あ、前にドゴロしてます。白のやつ行ったら右に行きます。あ、止まります。こんにちは。くそ、大変だな、工事作業なんて。コオロギ焦げて、ね、おじろぎみたいな。
うるせえうるせえ、ゆとりめ、ゆとりめ。あじぃ、バカじぃ、うざいほどに暑い。すごい広いな、この道路。ああいい、都心の道路は都心の道路で広いから、うん、いいよ、前行けよ。 1.6 キロあるんだもん。行け、よっしゃ。うん、1.4 キロまっすぐ。あー、おっとあ、坂井ですね、はい、マジここ、あれここってどこかっこいいね。うるさ、あれなんか言ってるわ。ほんわっけ、あと1キロ先で右ですね。まあ 500m ぐらいと言います。またお日様が出てきた。暑いね。さあ、ここはいつも電車でよく来る下屋、下屋じゃない、栄か、下屋大通りパーク、新しい。ここで右折で、ドン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 キードンキーホーテル。普段は車では来ないけど、ちょっと委託職が何かやったら食べ物に行く。あ、行ける。あ、やべ、エンストしたあ、行けないうせえめっちゃ腹立つし恥ずかしいまあね、それが唯一の良かったことだ。よかった。あぶねえ。恥かかずに済んだ。フルフェイスのいいとこはね、どんな自分が目線をしていても人にバレない。見えるな。見えるわ。これがミラーフェイスのメリット。女の子ばっかのち。ゴスロリ女子ばっかのち。そっちの方が絶対うるさいもんな。ブンブンしたら。またやった俺ね、スタンド立てる癖があるから、これ毎回やるんだな。止まってる時さ、立っとくのだるいからスタンド立てるんやけどもね。まあ右折の専用出るまで無理です。すごい、栄の真ん中にいる気がする。今栄のど真ん中にいる気がする。何の通路かね。ん、工事か、違うか。止まったよね。この先さ、左行っとるでさ、ね、本当に全然多分見えてなかったさ、俺らの。ん？うん、俺の見えない、そう、そう、あそこ無事見たらいいな、それ。ほんとだ、最初のスタート勝負しや。すごい、めっちゃ光ってる。止められた。はい、ダメはい、そこまでああ、あったな、テストで一発合格やっけ緊張したな、あれ。一番一本橋が緊張した。だってもうあれ、ちょっとでも落ちたら終わりでしょ。急性だもん、あれか。40キロ以上でんかったら不合格。一応なんか40キロ以上行くとつくランプみたいなのがあって、それがつかん。減点だっけ、分からん、忘れちゃう。ちゃんと車でこっちの方は来たことないな。車払いとかあるんだよな、愛知県らしい。車専用神社。全然二速でもスタートできると思う。あれだよな、なんだっけ、俺がやったあのエンジンスタートって。あ、そうそう、押し掛けの時二速で走るからいける。要はスピードが出とればいい。待って、これまっすぐだから左車線かもしれないしね。なんでこんないっぱい路中したの。病院か。もう駐車場がないんじゃん。みんななんであんなフライングしたがるんやな。信号変わってから違うか。どうやら、なんか駐車場があるっぽいけど。ああ、あれ違う、わからん。え、でもバイクもあるの。原付きか。あら、いいんかな。止めとって怒られたらその時だろ。まあ、いいと思うけどな、多分。ダメなのかな。到着。よし、じゃあ、はい、スタートに行きましょう。ご予定、できまーす。
飲みすぎた。何飲みすぎた。ちょっとタコ。タブタブタブ。うわすごい。ああすごい。すごい。夏っぽい。もう夏なのかな。もう梅雨明けたんかな。梅雨明けたよ。明けたんか。夏っぽいな。いや梅雨も梅雨で嫌や。ジメジメして。タクシーで帰ろう。あ、今来た一瞬。一瞬来たよな。これで行けるか。ああ多分行けると思う。うまいこと通信があれやった。よし。じゃあエンジンかけたもて。よっこらしょー。次おじさんがこっち見てくる。バイクを。おじさんめっちゃバイク見るやん。こう。めっちゃおじさん見てくる。なんでこの車線だけこんな。右車線行ってもいいけどな。すげえ。前輪が2個。すごい変なバイク見える。すごい入り方したんだ。すごい入り方してますね。あんたバス専用レーン。これ名古屋だけなんだよな確か。なんかそういうていうかこれが名古屋の道路がめんどくせえと言われる理由でもあるんだけど。エンジンブレーキどう？なんかめっちゃかかる。うん。あちなここ右ね。あそこ。うん。そう。まあ、時間帯によるし朝とかはもう。ダメみたいな。けどまあ普通の時は普通に撮っていく。ただ後ろにバスが来てなんかこっちに譲れない時の気まずさったのかね。乗っ取るやつが悪いけど。あそうあれねえわざと引っ掛けてくれるね。購入道路もややこしいな。バスはバスでこっち直線なのにさ、ここもここで右折はまだ前出ちゃいけないっていう謎理論。信号を何を見ていいかわからんくない。あ、プリマ 1.5 キロまっすぐなんで、前抜かってもらったら。よろしい。でもそれってさ、最初なんかちょっと軽く試運転してるやろ。ほんと？じゃあ今日22キロ、10キロで、こっち来て10キロ。やばい。1、2、3、4、5、6車線もある。最強のスタートダッシュを決める！難しいこの辺。まあここら辺で動画落としとくか。もうそろそろ別にあれもないし。ということでここで京介くんとお別れバイバイになるそうなんで。どうでしたか今回は。わかったか。まあでもスタートダッシュはいい感じだったと思います。まあしたっけ。あそうか一回最初したな。しゃいけ。はい下手くそー。何した？違うエンジン。まあまあまあこの最初のうちに経験しててよかったっていう。まあでもねこけたりね事故はなく無事安全で行けたからよかったですね。ということでまた次回はちょっと遠出するか。うん次はちょっと山とか景色がいい方にしてね。はいということでまた次回お楽しみに。ではさよならバイバイ。はいこれ右行こっか。これ行ったら